はい、ということでここはどこでしょう。はい、深谷爬虫類館にやってきました。はい。うわ、なんかジブリのお家みたい。深谷屋根も可愛い外観ですね。はい。はい。ということで行きましょうか。行きましょう。はい。営業時間は10時から17時。はい。今日からだそうですね。1時間2000円なんですね。うんうん。はい、ワンドリンク付きっていうのがちょっと面白い。カフェみたいね。ね。あら、君は生きてない。生きてなさそう。これで生きてたら。はい。はい。中に入っても OK だって。ね。こっちは音質とか関係ない。種類が違うね。はい、中に行きましょう。お願いします。どうか。なんでみんなこう見て、こっち行って、向こう行ってみたいな。そうですね、うちで卵から孵化させたコールダックのゴマちゃんって言うんですけど、ゴマちゃん。いや、多分攻撃してるのかな。地味に痛いですよ。なんなんだろう、発情期なのか何なのか分かんないですけど、最近ちょっと攻撃してくるようになっちゃって。これがオオトカゲですね。水オオトカゲっていう、まあ名前の通り本当も水場が好きなオオトカゲの、ちょっと本当は黒と黄色の色の模様をしてる子なんですけども、突然変異のメラニンスティックっていういろいろ色素が多くなる変異個体です。ちょっと珍しい、いいやつですね。いいやつ。はい、巨大な錦蛇で、うちで一番粗い蛇なんですよね。気性が荒い。気性が荒くて。負けちゃう。負けちゃう。すごい怒るんで、もう俺もちょっと怖いなってぐらいのやつですね。すごいですね。餌やりって書いてありますけど。あ、そうですね。おっとぐらい。おっとぐらい。ラット、大きなドブネズミを餌にしていて、それをお客さんがやってもらうってこともできますね。本当危ないんで、本当にちょっとだけ隙間を上げて、その隙間からトング入れてあげるって感じになるんですけど。大丈夫ですか？出てきてますけど。あんまり大丈夫じゃないです。戻ってほしいな。戻ってくれない。大丈夫ですか？おお。えない。ごめんな。なんだろう、うちで一番荒い生き物かもしれないですね。これですが。なんかワニ、すごい大きいワニがいますけど。ここが一番。遊び言ったら。グリーンイグアナさん。すごい素敵な色合い。文字綺麗ですよね。そう、グリーンイグアナって名前の通り普通緑色なんですけど、この子もまたちょっと変異した個体の赤いグリーンイグアナのレッドって呼ばれる子ですね。初めて。ちょっと待ってね。リザード。この子はもう餌やりもできちゃいますんで、よかったらこれトングで口元に葉っぱを持っていってあげると食べてくれると思います。ありがとうございます。おなじみの小松菜ですね。あ、気づいてない。眠い。あら、今その気分じゃないの。そんなことある。お、なんか。あ、でも、あ、いけそういけそう。寝てる。すごいですね。こんなむしゃむしゃいくんです。そうなんです。いろいろ結構個体によってすごい荒い子とかもいたりするんですけど、この子は割と人に慣れてるので、こうやってお客さんから餌やりすることもできるんですね。可愛い。とても可愛いです。茎はあんまり好みじゃない。そう、茎はそんな好きじゃないです。あ、でも食べなくはないかな。ごめんね。楽しいですね。まあでも小松菜で言ったらスーパーで売ってる一束分ぐらい食べるから。へえ。結構餌代が大変ですね、こういうやつ。ワニガメ。ワニガメよく名前は聞きますけど初めて。そうですね、よくなんかねニュースとかで川から見つかったみたいな出るやつですよね。はい。この子はうちね引き取った個体なんですけど。はいはい。全長今1メートルぐらいあるから、ちょうど多分ニュースとかでよく見るサイズ感ですね。引き取ったということはどこかの川で。いや、普通に個人で飼われてた方がちょっとそろそろ飼いきれなくなるからってことで。特定動物。そう、ダチョウはとか特定じゃないか。だからワニとかワニガメとかの危険な生き物って、まあ、低い鳥もそうなんですけど、その特定動物で危険な生き物っていうふうにもう行政に指定されてるんで、特別な許可がないと飼えない生き物なんですね。これ許可ありますよっていう証拠ですよ。顎の力がすごいって言いますよね。そうです。だからもう人間が噛まれたら指なんかもう飛んじゃうぐらいの力がありますね。こっちもワニガメいますんでね。こっちはまあもともと俺が自宅で飼育してた子なんですけど、まだちっちゃいですね。全然もう子供小学生ぐらいみたいなものですね。それがあんなになるんですね。そうなんです。どうなんですかね。俺もそのペットショップで買った時から、まあ、ある程度は育ってたんで、その時の年齢が分かんないんでなんとも。こちらもうちで一番メインの多分展示ですね。メガネカイマンというワニ。メガネカイマンってなんでメガネなんですか？顔があんまり見えづらいんですけど、よく見るとわかるんですけど、この目の間にちょっとメガネの縁みたいなこのなんか隆起があるんですよ。それがなんかメガネっぽいってことでメガネカイマンって言われてますね。ちょうど顔出してくれてる。ああ。いやですね。ここ今のところじゃなくてね。目の縁がちょっと盛り上がってる。あ、なんだろう、目のこの間、眉間のあたりにちょっとなんかこの縁みたいなのがあるんですよね、盛り上がりが。ひなたごっこもするし、水の中でも。そうですね。いるんですね。大きい。170センチあります。ええ。お姉ちゃん。くらいですね。気性はこの子たちは穏やかなんですか？まあそんなに荒くはないんですけど、ただお腹は空いてるので、なんか常に割と手入れたりすると餌だと思って噛んじゃうことありますね。あいつみたいになんかその攻撃のために来るってことはないんですけど、餌だと思ってきちゃうんで結局もう危ないは危ないですね。やっぱり噛みついたらくるくる回るんですよ。あ、でもそのあってのは見たことないですね。でもまあ回ると思いますよ。そんな回るほどの大きさの餌は今のところあげてないんで、回ってるの見たことないんですけど、多分やれば回る。こっちもワニですね。はい、ブラジルカイマン。はい、ブラジルカイマンって、まあ、コビトカイマンっていうワニもいて、そいつと同じ仲間で、まあ、同じぐらいちっちゃい世界最小クラスのワニなんですけども、今で、まあ、90センチくらいかな、最大でまあ170センチくらいまでなる子もいるんで、まだまだこの子も若い個体ですね。まだです。これワニってね、基本そんなに動かない生き物なんでね。さっきあれでしたけど、卵こんなちっちゃいんですね。あ、そうなんですよ。こんなにそれでこんなに大きくなっちゃう。すごいです。そうですね。ちょっとガチャを引いてる。うん。あ、そうか。卵は小さいですけど。いや、大きいですけどね、ダチョウ卵ね。成長の比率で言ったら同じぐらい、こっちの方がでかいか。こちらヘビーね、この辺はヘビーゾーン。いろんな。このボールパイソンっていう錦エビなんですけど、これうちでずっと飼育してて、すごい大人って絶対噛まない子なんで、お客さんも触れ合いとかできるようにしてて、よかったら触ってみてください。はい。持っても全然大丈夫です。すごい。だから首に巻いたりもできますし。あ、じゃあよく動物園とかで首に巻くやつはこの種類ですか？あ、でももっと大きい子をやってる動物園もいますね。あ、でもボールパイソンってそうですよね。そうですね。初めて持ちました。本当ですか。結構気持ちよくないですか。あ、すごい。ちゃんとこのしっかり芯がある感じが。さすが全身筋肉。首巻いてみますか。怖くはないですか。怖くはない。あ、セレブ。嫌がってないですよ。よくお似合いですよ。お客さんお似合いですよって。本当におとなしいんですね。そうなんですよ。もう口元に手やっても全然噛まないんでね。あいつが落ちないですよね。確かに。ちょっと近づいただけで。ああ、やめて。可愛いね。可愛かった。気持ちいいですね。そうなんです。で、こっちもボールパイソンなんですけど、ボールパイソンってかなり品種改良が進んでて、いろんな色や模様の子がいるんですよね。この子はブルーアイ粒子っていう、まあ粒子スティックっていうのが白く変異する白変の個体のことなんですけども、この子ボールパイソンの白い変異個体。白ヘビってだけですごい綺麗で可愛いですよね。人気も良さそうな感じだし、この子人気なんですよ。真っ白です。全然汚れとかも何もなく。そうなんですよ。真っ白な。うちでいうシズハ的な。ね、白変種。白変種、粒子スティック。白変いるんですか、ダチョウ。います。真っ白じゃないんですけど、結構全体的に白いダチョウがいます。舌出してる。だけど。おお。ペットシーツの下にかぶってたのは、なんか可愛いとか光が良かったですか。まあそうですね。隠れるのが欲しいなってところだった。すごい。なんかいい色。メルヘンな感じで可愛いですよね。キノコ。そう、このキノコ、俺はこの子に似合うなと思って自作したシェルターなんですよ。粘土で作って。色合いがとってもいいですね。あ、この子青大将の。アルビノっていう突然変異の体が白くなっちゃいます。青大将よくその辺に。あ、本当ですか。羨ましいな。アルビノは初めて見ましたね。こっちも青大将のアルビノなんですけど、こっちの子は特になんか体の色が白い、ちょっとなんかクオリティの高い子なんですよね。今これ卵が抱えられてるんです。本物で自分で。本物もちょうど今日産んで。こうやって抱えるんですか。はい、まあでも。抱えてなんか管理するってことはないんですけど、あともう取り上げちゃうんですけど、この子が2ヶ月近く前に産んだ卵があって、それが今ちょうど孵化してる。これぜひ顔が出てるのは卵から。本当だ。可愛い可愛い。これ結構貴重なシーンですよ。そうですね。見たことない。テレビでも見たことないです。すごいな、ペンプレス。そう、どの子も今ちょうど出始めてるところで。続々と。はい。ね、本当だ。貴重な、ありがとうございます。ってみんなアルビノなんですね。みんなアルビノです。アルビノの子とアルビノの子で掛け合わせたんで、もうみんなアルビノが出てきました。すごい。そう、さっきの黄色かった子とその左の子で掛け合わせたやつなんで。すごいね。めちゃめちゃ上手いな。そうですね。ね、鈴葉と誰か生まれてくれ。そうですね。白い。一瞬にビビったよ。逃げたのが。すごいね。なんか石かなと思ったら、卵なの。でも取り上げられちゃうんだってね。石みたい。そうですね。こうやって試験会でも、もう産んでそのままどっか行っちゃうんですけど。じゃああんまり産んでもうどっか行っちゃう。そうですね。赤ちゃんたくましいですね。本当ね。白ヘビちゃんですね。コーンスメイクっていう、まあアメリカの方に住んでるヘビなんですけど、ヘビによって触り心地が結構違うんですよ。この鱗の大きさとかも全然違うんで。本当だ。そう。滑らか。この違いもね面白いですよね。いやすごい。すごいね。すごいしか出てこない。滑らかで。こいつは元から白いんですか？こいつもアルビノなんですよね。もともとはちょっと赤っぽい感じなんですけど。最初は珍しいんですけど、そのアルビノをやっぱ繁殖によって固定化してっていう人が多いんで、で個体数がそうですね。ペット用では結構いっぱいいますね。これがそうです。あ、こっちもコーンスネークなんですけど、こっちもアルビノの子で、本当にいろんなもう金魚みたいに色や模様の子がいて、これも普通の柄ではないんですよね。赤い綺麗な水色。そうなんです。水に使ってる。これも青大将なんですけど、これもちょっと普通の青大将と違って、普通のなんか東京とかの青大将って色がまあ青っていう黒っぽかったりすることが多いんですけど、でも北海道で捕まえた青大将で、北海道ってなんか本州より紫外線量がすごく少ないんで、あんまり日焼けしないんですよね。で青大将、本州とかにいるやつって実はなんか日焼けして黒くなってるらしくて。東北美人とかもね、人間であるように東北とかそっちの方に住んでる人って肌白いじゃないですか、同じ感じでなんかまあ歴代日焼けしてこなかった青大将はこういうなんか色が薄い、本来の青い色が残ってる感じなんですね。青大将っていう名前のそうですそうです。立派な大きさ。あっトカゲだ。これヒゲトカゲっていう、まあ爬虫類飼育者的にはかなりポピュラーな種類のトカゲ。でも結構この子なんか人間が嫌いで、ちょっと人間が近くに来ると怒り始めるんですけど、今日はちょっと機嫌いいな、大丈夫だな。普段もうちょっとなんか首ガンガン振って怒ってる合図なんですけど、そう怒るんです。今日は大丈夫そうだね。おとなしくて可愛いですよ。ヒゲのような突起が。そうですね。触ってみます。なんかちょっと柔らかいけど、あれみたい、ハリネズミのトゲみたいな。本当だ。なかなかしっかりしてますね。こっちはサバンナモニター、和名でいうとサバンナオオトカゲっていう、一応オオトカゲの仲間なんですよね。ただオオトカゲの中ではそんなに大型化しない、せいぜい言っても1メートルぐらいのトカゲちゃんたち、まだこの子は多分40センチもないぐらいのね、ちっちゃい子たちですけど、人に慣れる子が多い。そうですね、割と人に慣れる子多いんですけど、うちの子たちはまあそうでもないかな。